はい、こんばんは皆さん。今日はテノールのお話です。合唱だとか宗教のね、いろいろ神父さんお坊さんすごい話をいたしましたが、マリオ・デル・モナコに戻ります。僕は特にマリオ・デル・モナコが一番大好きというわけじゃないんですが、この人分かりやすい人で面白いじゃないな、すごい力がある。特に高音ですよ。他のとこ聞いちゃダメですよ。制服の変わり目、ちょっと曲げる曲げない、ターン、カバー、そういうとこじゃないんです。最高音は、まあ、分からない人は分からないかもしれないんですけど、最高音は彼が一番。これはイタリアのプロの歌手の何人かが認めているところです。ああいう高音は自分には出ないとは言いませんけれども、あれはすごいねって、近くで聞いた人、あるいは自分が歌わない時に彼を聞いた人、飛び抜けてよかった。1950年代60年代の彼ということで、高音を聞く人ですよ。さあ、さてこれについてまた書き込みがあったので、書き込みからのヒントでお話をします。どうでしょうか。ちょっと待ってください。ちょっとこれもうちょいこうして、昔の大阪フェスティバルホールで1969年当時のモナコの声を聞いたことがある人が言ってました。正面から一番後ろのドアが振動していました。すごいですね。こういうのを今日いただきましたね。正面から一番後ろのドア、ちょっと分かりませんが、多分1階の一番真後ろのドアということでしょうね。これが本当だとしたら、私が一番最初に考えるのは、マリオ・デル・モナコの声があまりにすごくてドアが振動したのではなく、立て付けが悪かった。冗談みたいな話でごめんなさい。1969年、私も東京で大阪の前に来ました。デル・モナコはもう3回ぐらい言ってますが、特に大きな声ではないですよ。ピーッと空中を走るその声のスピード感が他のテノールとは違って、うーってやってるんではなくて、すごいスピード感と光で飛んでくる最高音がね、そういう歌詞なんで、大きいとか、物理的にドアが振動しちゃうっていうのはまた別な話です。ドアが振動する、面白いですね。ものには単振動といって、まあね、それぞれ周波数が決まってるから、このコップを振動させるにはこのコップのこう単振動、これが必要なんです。それが周波数がうまく合えば、きっと大きな音でこれがブーって揺れるかもしれません。ドアの単振動、振動なかなか難しいですね。これだって水が入れば振動数が変わってくるんです。紙を持ってて譜面を持ってて歌ってまして、ある声で自分の声でですよ、歌ってて、あ、紙がブーって震えるなと感じたことが合唱団やソリストの方ありませんか。1枚2枚の普通の厚紙ですと、振動数が複数じゃなくて単数で決まっていますので、僕が感じた時はレの音ですね。ドレネアってレの音を出すと、自分の持ってる紙がビリビリビリと響きました。いつもレの音でそうです。多分僕の声じゃなくても、ピアノのレをポンポンポンと出せばビリビリと響いたはずです。そういうもんなんですよね。昔の逸話に、大きなこう盆書、鐘があります。誰だったかな忘れちゃった。徳川家康だったかなんだか、 そこのところの知者が、この指一本でこの鐘を動かすことができますって言って、んなことできるわけないって言ったんだけど、なんかこうそのつく速さ、振動を考えてやったら、ほんの少しだけの指で動き始めたという話があります。どれだか本当か分かりませんが、そういう振り子の長さによって、ある振動であるものが共鳴する、あるいは波動するということはあるんです。物理学で簡単に分かってます。ただしドアっていうのは複合物ですから、
ぬまあ、中がスポンジとか布とか木枠ビニールなんだかんだちょっとドアが振動してるのは他の原因かと思う。このようにもしかしたらなんかちょっとドアがパタパタいかないかなと思ったので振動してんじゃないのっていうふうに思っちゃうほど出るものはこの声がすごかったと、こういう悪気のない話だと思うんですよ。どうでしょうか。またね、声の大きさってこういうこともあります。声量もずば抜けていたらしく、カルーソーよりもあり、声量がね、スカラ座の外まで歌声が聞こえていたため、ミラノの人はただでタマーニョを聞けたと言われてます。つまりタマーニョっていう人、タマーニョっていう人の声のことですよね。そして彼タマーニョを想定してジュゼッペ・ヴェルディがオテルロを書いたと、こういうことなんです。どうでしょうか。しかしよく考えてください。劇場の外に音が聞こえた、まあちょっと科学的に悪く考えればドアや窓が開いてたんじゃないの、こういうことが言えますね。また時代を考えてください。100年ちょい前ですから、スカーラの前は今でもこの調子です。ここに路面電車が走ってますが、電車がないんですよ。 T 型フォードという自動車ができたのがアメリカで1904年か5年だと私は記憶してます。違ったらごめんなさい。ヨーロッパにそれが流行ったのは1905年、6年、10年、それぐらいかその後でしょう。つまり、ヴェルディは1901年に亡くなっていると思いますので、オテッロは1800年代の作品に間違いがあります。ね、一番最後はファルスタッフ、その前にオテッロ、アイーダ、オテッロ、ファルスタッフですから、そうしますと1870、80年でこう、のどかな時代ですよ。たまに馬が通ればヒンヒンヒンとかギシギシギシってこう車が行ったとしても、あとは静かな、たまに犬がね、ここにいます、犬がねバウバウというふうに言ったぐらい、人々が軽く話したぐらいで、この窓が開いてたり入り口が開いてたりすれば、たまにの声じゃなくても聞こえるんじゃないっていうことです。でたまにの声をここまで来たから聞いてみましょう。どうですか。はい、どうですか皆さん、劇場の外に聞こえたというタマーニョの巨大な声、そんな音圧感じませんよね。むしろドミンゴ、デルマオナコなどのオテルを聞いた方からすれば、レッジェーロなんじゃない、レッジェーロ、軽い手のなんじゃないという感じすらしますよね。もう一人いるんですよ、有名なテノールね。これは同じエズルターテがないので、このここで、あれご覧いただきたいんですが、どうですか。ジョバンニ・バッティスタ・デ・ネーグリ、デ・ネーグリっていうネーグリっていうのは黒いってことなんですけど、ネーグリの1902年の録音です。だからこれは老感かな。どうでしょう、オテロの最後の歌ですね。あれもうちょい、
はい。なんか今の時代だったら外国人のアマチュア、あるいは日本人のアマチュアでもこのぐらいの声出る人は何人もいるよっていう感じに聞こえませんか。1902年、120年前はこのレベルが世界の優れたレベル。このあとエンリコ・カルーゾーが出て声が少し太くなる、大きくなる。それからいろいろあってデルモーナコに続くわけなんです。別にデルモーナコは頂点だとは言いませんけど、高音の出し方はこういう時代の人、あれちょっと田園風景かななんて思っちゃいますよね。いかがでしょうか。こういうのにふさわしいようなもので、そんなにすごいつんざく声じゃない。じゃあ、何ですか、そのこのですね、これは日本での話で、大阪フェスティバルホールで正面一番後ろのドアがガタガタ言ってた、出るもんなこの声で本当かなっていうことを今検証してるっていうか、私の考えを述べてるんですけど、それでこのタマーニョがミラノの人はタダで聞けるんだ、ミラノスカラ座の外に音が彼の声が聞こえちゃってるから、カルーゾ予感もあった。カルーゾの先輩ですよね。1902年4年ツイートを録音して、エンリコ・カルーゾは1904年にはアメリカで最初の録音をして、ね、そして20年まで歌ったということです。カルーゾの方がどう考えても太く聞こえますよね。チェレスティアイーダーって、この人たちがもし歌ったらチェレスティアイーダーっていう感じで歌いそうですよね。タマーニョもデネーグリも優れていた、声がでかかった。じゃあこれは嘘か、ね、カルーゾよりも声が大きかったと。そういうのは、三浦玉城さんだったか、ロンドンあのホールはコベントガーデンだったかで、ある晴れた日を蝶々さんを歌った三浦さん一行などが同じような話をロンドンで聞いている。エンリコ・カルーゾよかもタマーニョの方が声だけは大きかった、まあ、歌い方はいろいろあってカルーゾがうまいということはみんな認めてるんでしょう。本当って思いますよね。カルーゾの子太くておーっていう感じですけど、黒い声で。そこで思い出してほしいんですよ。私が1980年90年といってスカラ座のロジョーネ、一番上のスカラ座のこう1年分買ってる各公演をね、自分の席を。でロジョーネといって、まあうるさいやから、オペラが大好きな人たちから聞いた話では、スカーラで一番声が大きかったのはジュゼッペ・ディ・ステーファノだよ。へっ、その時はそう思いましたよ。ディ・ステーファノの声が大きい、モナコやドミンゴの大きいんじゃないのと。ノーノーノー、ディ・ステーファノピュボラートピュ、声が飛んできた。大きさ何ヘルツとかなんとかね、ヘルツじゃなかった、ヘルツはこういうあれですよね、周波数、騒音を測る機械で測ったわけじゃありません、人間の感覚ですが、それはアペルトの声、あーってそのまま出した声は、あーって少し折られた声よかもでかい。私もホセ・カレーラスの1986年2月に4回聞いたパリアッチの道化師の声で、ラリーラララララっていうところで、アベンティトレオレって、怖くて怖くてちょっと失敗もどきでしたけど、ファーソーリーソーリーの音、まあバリトンでも出るけど、やっぱりテノラーでのは綺麗な層は、あんな大きいその芸の音を聞いたことがない。つまりカレーラスもアペルトですから、声がこのこう かぶさないで、あーっていくんですよ。そうぐらいまでね、軽く曲げてるつもりなんだろうけど、あんまり曲がってない、だから声がでかい。あー、ディ・ステーファノもこういう感じだったのか、もっとでかいっていうことだったのかと思った。そうしてみると、さっきのタマーニョの声いかがですか。アペルトじゃなかったですか。もう一回聞いてみます。ね、このタテって悪く真似して
みんなエドル立てってやるのに、エドル立てアペルトですよね。アペルトってのはオープンボイス、アプリで開ける、その過去分詞です。開けちゃったっていう、エドル立て、そのままちょっとアマチュアみたいな出し方じゃありませんか。ここはちょっとゴーリョムと曲がってるね、絵じゃないけど、オだから。最初の聞いてください。てだーて聞こえる。まずいかなと思ったけど、これが外に聞こえるという音量があったということなのかというふうに私は、まあ誤解、曲、あ、誤解じゃなくて曲解少し曲げて考えてます。まあ、すごく大きい声ってすごい威力的な声じゃないですよね。たまにはうまかったんだろうけど、今から聞くとちょっと幼稚と、幼稚って言っちゃいけないかな。僕を教えてる人がこういう声出したら、うん、綺麗だけど、もうちょっとそこをうまくこういうふうにやらないって、ずるたーって、たーって喉開けて出さないで、ずるたー、第一声だから、もうちょっと将軍らしく行こうよ。若者みたく、ずるたーって行かないで、ずるたーって行こうよって、アドバイスするけどな。そういうことで聞こえたんじゃないかって思います。ね、三つ理由がありますよ。窓が開いていた、ドアが開いていた。それから外が静かだった。ね、自動車なんてないんですよ、路面電車なんて。あるいは四つ目として、たまには練習してるぞ、みんな。オペラ、お金がなくて聞きに来れない、みんな、聞けよ、と。オペラ座の人がわざとドアを開けていたかもしれない。ね、イタリア人だから。みんな、ほら、たまにはだよ。もうちょっとそれをずるく考えれば、今度たまに歌うんだぞって言って、みんなで騒いでくれよって宣伝に使ったかもしれない。そういうことで走ったんじゃないかなと、この4つの理由が私は考えられます。またもっと深く分かったらお教えしますが、このようなもんですよ。噂っていうのはね。いろいろそれぞれの時代を画期的に生きてきたたまにデネーグリ。それがエニコカルゾになってもうちょっと深く曲げて曲げて深い声になって、それを暗い声だなって嘆く人もいるし、いやエレガントな声だよって評価する人もいる。それからもうちょっと飛ばせるようにしようと言って、デルモナコなんかが、ジーリデルモナコなんかが出てきた。そういう声の歴史です。今日はある方がデルモナコを歌った時、後ろの扉が振動していたという話から、そうだね、声の大きさ、あるいはこのたまには体の外に声が聞こえたというふうに言われているが、それってどういうことなのかねっていうことを私なりに考えてみました。ねえ、どういうことでしょう。